へいよー、明けのつまし、です。今日もね、くらってくんですけども、今日はですね、毎月ね、恒例の、新シーズンの情報解禁といったところでやっていこうと思います。開発ビルドで、ね、撮影しております。次のシーズンですね、まあ1月ですね、まあ新年からといったところで、やっていこうと思います。といったところで、まずですね、本日、これもうね、調整されてるんですけど、マイティディガーがですね、緊急、バランス調整で、あの移動速度がね、あの普通になりました。はい、今までのマイティに実は、戻りましたよといったところで、まあ、その代わり HP がね 5% 上がったといったところで、まあ、めっちゃ硬くはなってるんですけど、まあね、移動速度が速いのが多分結構強すぎたので、まあ、弱体化されたって感じですね。まあ、でもどうなんだろうね、デッキによってはこの遅いマイティの方がカウンターしやすいとかのもあったと思うし、まあうん、結構、まあ、マイティの本来の、まあ、使われ方に戻ったのかなって感じですね。いや、俺の予想ね、バランス調整担当が移動速度速いマイティに一気にタワー2本おられたんじゃねってね、思ってます。それで、もうこいつマジで、絶対顔をするっつって、すぐね、行動に移した説に、はい、1票入れておきます。といったところですね。はい。そしてアイスゴーレムが、イラストが変更されました。はい。なぜか、なんかこの、何、ゴーレム味が増したというか、前のイラストがね、もうね、あの思い浮かばんぐらいには変わってしまいました。といったところで、結構ね、アイスゴーレム推しのシーズンになります。このね、バナーも見てください。めっちゃ可愛いでしょ、このバナー。こういうバナーもね、出たりとかで、新しいね、バナーも結構楽しみにしててください。なんかね、クラロアがすげえ、バナーに力入れ始めて、こういうね、可愛いやつも出てきてるから、結構熱いっすね、これ。これだって、俺じゃねえだ、絶対。ね、アーニャいるしな。といったところで、今日はですね、こちらのスーパーアイスゴーレムチャレンジと、いったところでですね、やっていこうと思うんですけど、この、ね、スーパーアイスゴーレムと、いったね、キャラクターを紹介していこうと思います。ということで、よいしょ、俺のね、サブアカとマッチングするでしょうといったところでやっていくんですけど、性能ね、見ていってください。さあ、アップでないように自信ね、これ俺ですからね、俺のサブアカですよ。さあ、行きますよ。さあ、スーパーアイスゴーレム出しまして、めちゃめちゃでかい。はい。この迫力。この迫力です。で、HP が、なんか、どうやらめちゃくちゃ高いらしいんですよ。しかも、移動速度遅くね？ふざけんな。てか、ちょ、待って、相手のさ、タワースキン見て。めちゃ怖くない？キング、ウサギのやつ。これ、インフェルノタワーで溶かしてみましょう。はい。HP がめっちゃあるので、まあ、そういうやつはね、このインフェルノ系で溶かすのがまあ一番いいとね。さあ、そしてこれ倒すと、なんと、全体にフリーズ効果です。はい。倒すと、全体にフリーズ効果なので、キングタワーにもダメージが当たるんですけど、フリーズ効果がね、加わるといったところのカードになってます。まあ、なので、どんな使われ方も、どんな使い方でもいいと思うね。スケラとかと混ぜてでもいいけど、これマジ、明日までかかるぞ。こんなことしてたら。遅すぎてマジで。ということで、こいつがね、たどり着くまでに喋っていくんですけど、新しいスタンプです。新シーズンのウサギですね。はい。で、これアイスゴーレムのコンボ。これ可愛くない？めっちゃ。なんか、ラロは、うんってなる。ちょっと絵のタッチが、ね、そういう感じなんですけど、はい、ウサギのね、やつもあったりとかで。で、ペッカ出してみましょう。さあ、ペッカ出して、殴るけど、もうめっちゃくちゃ硬い。硬いけど、はい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 。フリーズで固まっていくって感じですね。ここバナークソかっこよくない？かっこよくないじゃなくて、めっちゃ可愛くない？あの、ウサギのやつ。中におるで、ウサギが。え、めっちゃ可愛くない？これ待って、女性ファン取りに行こうとしてるけど、さっきのアーニャといいさ。最後でこれ遅すぎてさ、追いつかれてるやん。うん。まあ、なので、このアイスゴーレムね、まあ、26ホグに入れてももちろんいいし、マジ何でも使い勝手あるなと思ってるので、ぜひね、使ってみてください。だからこんな感じで、いっぱい出すと、フリーズでパキーンってなるって感じですね。はい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 。結構フリーズ時間もちょっと長めか？まあ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、こんな感じでね。はいはいはい。いや、結構ね、このスーパーユニット楽しいよね。まあ、これね、期間限定、チャレンジ限定の新カードなので、はい。そこはね、勘違いしないようにしてください。
はい、これでパキッと。何が強いんだろうね、どういう使い方が強いかわかんないけど、まあ俺このね、やっぱね、スーパーユニットってめっちゃ面白いなと思ってる。うん、でいつかでもこういうスーパーユニットみたいなキャラクター出てくんじゃねっていう予感もしてるね。そのまま実装しちゃえ、えいっつって。これいっぱい出せるからね、もちろんあのチャンピオンじゃないからこういうこともできます。攻撃できないけどね、これもう。だって見て、文句いんの分かんなくない、誰も。これインフェで焼こうとしてみます。はい、ほら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 、もうこれなんかもうなんかエイプリルフールかってなるよねエイプリルフールかってなるよな、マジで。クララはぶっ壊れたね、これ。さあ、これでアイスゴーレムがタワーにね、まあ、届きついて、こうやってもう砂繰り、もう恐怖、恐怖でしかない、これアイゴレがっていう、はい、チャレンジと言いますかね、うん、がまあ来ますよって言ったところでございます。さあ、これでもう1回しかマッチングしないので、これでおしまいなんですけど、ちょっとリプレイだけ見ていこうか。ステータス見ましょう。はい、こちら、移動速度がとても遅い。とても遅いってさ、いないな多分。で、ヒットポイントが3630、これが、11レベルでの3630なので、3630はゴーレムの11レベルは5120。え、3630か、本当に。え、ペッカよりだってさ、少ないってことでしょ、3630って。そんな感じしなかったよね、ヒットポイント。これ多分バグっすね。なんか3倍ぐらいあるっていう風に見た気がする。うん、HP。だってめっちゃ多くなかった。ちょっと見てみよう。ペッカの攻撃、耐えたのでわかるから。3630なわけない。だってこれにペッカ出てくるでしょ、ペッカが出てくる。はい、1発2発3発まあ4発ぐらいかな、4発ぐらい耐えるとしたら、あ、でもなんかそんなもんかまあ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 いいでしょうといったところで、こちらスーパーアイスゴーレム、とても遅いって多分いないよね。マイティがだって普通遅いかな、普通でしょ。ペッカが遅い、ゴーレムがとても遅いか。ゴーレムが遅い、だから多分とても遅いっていうキャラクターが、まあ初めてですかね、このスーパーチャレンジでしかないけど。これね、サムネに相手してんのね、はい、画像でサムネにしとこうと思います。といったところで、まあスタンプの紹介もね、はい、しましたといったところで、楽しみですね。まあそんな感じで、はい、情報はね、終了でございます。以上、バナーがマジ可愛い、まあ、スーパーアイスゴールもね、楽しみにしててください。まあチャレンジ自体は1月の、半ば十何日とかからね来るよって言ったところなので、ぜひね楽しみにしててください。以上、おつめしバイバイ、またねー。